よっしゃやってやるか。敵を私が倒すしかない。よっしゃ、やってやるか。まったく、どうしてこの美しく優雅な私が。はあ、片付けなどしなくてはいけないのかしら。一体全体誰のせいですの？
リス、お部屋で泣いてたのは覚えてるんだけど。でもなんだか嫌なことみんなどっかに飛んでってすっきりした気分。あれ？どうしたの兄ちゃん。え？え？変なの。こちら舞台の袖ではスミレさんとカンナさんが舞台稽古しています。パンチだ、キックだ、ボディだ、チンだ、ポー、めんどくせえ。次回桜大戦、花と咲かせよ乙女の意地で大正桜に、あ、まとめて面倒を見るぜ。ちゃんちゃらおかしいですわ。